人が見つけたぞ。ベジータ、黙ってこれをつけてくれ。見たまえ、これがかつてない最強魔人の姿だ。俺に勝つのは無理だ。どうした貴様、その程度か。どっちだバカめ。そういや言っとくが、この合体は一度やったらもう二人には二度と戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。あるまい。よっしゃー。ベジータとカカロットが合体してクレジットってとこかな。そんなもんじゃないはずだ。もっと必死になるがいい。かげ、楽勝じゃ。こいつがスーパーベジット。鼻血が出てるぞ。前みたいに鼻がなかった方が良かったんじゃないのか。俺を怒らせれば怒らせるほど貴様は苦しんで死ぬことになるぞ。分かってやってるのか。はっ、相当焦ってるんじゃないか。早く倒してしまえ。それにしてもこれじゃちっとも面白くない。もっと本気でやってほしいな。それとも本気でやってこのざまだったかな。だったら失礼なこと言って悪かった。謝るよ。何をしてるんじゃ。こいつはゲームじゃない。今だ、今すぐ消すんじゃよ。ちくしょう。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんてな。ダメです、その程度の攻撃では。ほら、さっさととどめを刺してしまえ。まだブーを怒らせて楽しむつもりか。くっ
さあ、強くなりすぎてしまったようじゃ。愚か者め、策に溺れるとろくなことにならんぞ。おい、いいもんやるぞ。頑張ってください。もう一息ですよ。まだ分かってないようだから、はっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうとするなんて。貴様なんかどう頑張ったって、いろいろやってみたけどやっぱり無駄だったみたいだな。もういい、わかった。頼む、頼むから早く終わらせてくれ。さて、もう飽きてきたからそろそろ終わりにするか。俺に勝つのは無理だ。しまった。相当焦ってるんじゃないか。焦りすぎだ。ダメです、その程度の攻撃では。
あらら、申し訳ない。もう少し遊んであげるつもりがうっかり倒しちゃったよ。